GLTV タイガースレイ、はい、GLTV をご覧の皆さん調子はどうでしょうか。大きな我とを書いてタイガーです、はい、本日紹介するアーティストはあのニューヨークの有名ラッパーナズの相棒としても知られているこのラッパー AZ。 はい、 AZ は1972年ニューヨークブルックリン生まれのラッパーで、他にも数多くのヒップホップアーティストが生まれているニューヨークのプロジェクトクイーンズブリッジ団地にてナズと一緒に生活を送ってきました。 AZ は犯罪がはびこるゲットー出身で貧しい生活を強いられていて、明日は我が身という危険な地区で得た体験や経験をバックグラウンドにした楽曲を数多く手掛けています。 AZ が知られるようになったのはナズの名盤イルマティックの中に収録されている Life is a Bitch への参加がきっかけとなりました。ニューヨークのプロジェクトで貧しい生活を送ってきたナズと AZ がラッパーとしてメイクマネーするようになっていた当時の心境をラップしている作品です。 AZ はこのアルバムにおいては曲編として参加しただけであったものの、その後2012年まで存在していたイギリスの大手音楽レーベル EMI と契約し、95年に即座にデビューアルバムの Do or Die をリリースします。これ一瞬 Do or Die って読んじゃいますよね。先入観で怖いですね。デビューアルバムは高い評価を得たものの、セールスそのものはあまり芳しいものではなかったようですが、本作収録のリードシングル Sugar Hill はビルボードチャートで25位をマーク。売り上げがアメリカンレコード協会のゴールドステータスに到達していて、AZ によるソロ作品としては唯一の商業的に成功した作品となったとのこと。デビューアルバムとなる本作 Do or Die は90年代ヒップホップ黄金期のヒット作であり、クラシック作品と評価を得ている割にはあまり日の目を見ることのなかった作品のようです。それでもシングル Sugar Hill もヒットするなど、なかなかの輝かしいデビューを飾りました。その後も数々のアルバムをリリースしていきます。97年 EMI レーベルグループの創業停止に伴い、 AZ の契約は姉妹レーベルに移行されます。この年に AZ とナズはスプライトのコマーシャルにも出演していて、メディアへの露出も少しずつ増えていきます。この CM 階段の上にAZ とナズが座ってスプライトを真ん中に置いて2人交互にラップしているマジにかっこいい CM です。 YouTube とかでチェックしてください。その後ナズのセカンドアルバムへの参加がきっかけで、ナズ、オクシー・ブラン、コーメガとのスーパーユニットザ・ファームを結成し、アルバムザ・アルバムをリリースしています。プロデューサーにドクター・ドレイとトラックマスターズを迎えた本作限りのゴージャスヒップホップユニット。しかしこんなユニットを組みながらも4人が揃ってバースを蹴っている作品はフォンタップという楽曲のみ。世間の評価は今一つだったそうで、その後メンバーの入れ替えやコーメガとナズのビーフが発生するなどがあり、アルバムを1枚だけ世にリリースして、あえなくこのグループは解散となりました。97年は AZ にとってレーベルの移行、CM の出演、新しいヒップホップグループの結成&解散と曲折を得た非常にバタついた年になったそうですね。その後2009年から2019年の10年間アルバムを一切リリースすることなく過ごした時期もあったりした彼でしたが、19年以降はコンスタントにリリースを重ねていき、そして今年デビューアルバムでもある Do or Die の22年越しの第2弾 Do or Die 2がレディーです。今回のアルバムも王道のど真ん中を行くスタイルで構成されたアルバム。22年前のデビューアルバムに引き続きクラシック感のあるメロディアスな作品が多いですね。客演にはリック・ロスやリル・ウェンなど昔ながらのレジェンド勢も呼んでいて、デビューアルバムの Do or Die よりもゴージャスな仕上がりとなっております。AZ はこの見た目ですが、声はどこか幼さがあるというか、かなり若々しい声をしていますね。何年経とうと自分のスタイルを貫き通すラーメン屋の頑固親父パリにこだわり持った AZ の作品、ぜひとも聞いてみてください。はい、というわけで今回はナズの名相方として知られているニューヨークブルックリン出身のラッパー AZ を紹介させていただきまして、はい。
また次回も素敵な素敵なアーティストのリリース情報なんかをお届けしたいと思いますので、ぜひぜひタイガーセレクト引き続きチェックしてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 GLTV タイガーセレクト。